過ごしですか。口コミルルルスタートです。はい、この番組は月1回の更新でまるちゃんまみさんのハッピーコンビでお届けいたします。はい、30分間お付き合いください。この番組は口コミでなっておりますので、はい、皆さんの口コミをお待ちしております。 info-m@tb171.net info-m@tb171.net までお寄せください。お待ちしております。はい、さて本日の番組内容なんですが、はい、まずは、ラジオイナジ総研口コミ人気門、ゲストコーナーからスタートしてまいります。はい、今日はゲストに、水巻俊勝さん、そして中野優さんをお招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いつもと環境が違いますね。はい、はい、このコーナーとそれから、まるちゃんのジャパニーズスタイル、はい、高槻えとこ情報へと続いてまいります。はい、ではまず、最初のコーナー、ラジオイナイチ総研口コミ人気門ゲストコーナーへと進んでまいります。はい、こちらのお二人をご紹介したいと思います。合同会社マネーイノベーションファイナンシャルプランナーの水巻俊勝さん、そしてファイナンシャルプランナーの中野優さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さてさて、お二人にお越しいただきました。マネーイノベーション、事業内容、主な事業内容を教えてください。はい、弊社ですね、今年の10月、はい、9日より会社の方を立ち上げまして、茨城市の方に活動させていただいております。はい、で主な事業内容としましては、生命保険、損害保険、の、代理店の方をさせていただいておりまして、はい、あと、住宅ローンの借り換えの相談であったりとか、はい、あとは、お家の、税対策の、セミナーであったりとか、はい、を主にさせていただいております。はい、そしてお二人のご紹介なんですけれども、ファイナンシャルプランナーの水巻さん、主に、自己紹介といいますか、はい、はい、セールスポイント、あ、はい、自己紹介させていただきますと、はいはい、今年33歳の、一応結婚今年の3月にしまして、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。血液型の方が大型です。はい、で、出身の方は大阪の堺になります。はい、以上です。はい、そして中野さんです。はい、中野優です。はい、30歳で B 型です。はい、で優しい妻のともみがいます。はい、あ、子供も2人います。はい、いいですね。いやー、言っとかないとダメなんで、ね、若いお父さんですよね。そうですね。いやいや、子供たちはいくつですか。6歳と4歳。あ、そうなんだ。はい、若い。いいですね、素敵なお父さんで。ありがとうございます。じゃあ来年小学校ですよね。小学校です。はあ、子どものプランも、お父様がファイナンシャルプランナーだったら、ね、計画を立てて。素晴らしいですね。すね。はい、まあ、将来も、ね、楽しみですよね。そうですね。はい、このファイナンシャルプランナーなんですが、簡単にどの方でも分かりやすいように少し説明をしていただけますか。はい、ですね、今現在皆さん入られている保険とかあるとは思うんですけども、はい、そちらの方ですね、何かお困りごとがあった際に、紙砕いた説明であったりとかを、はい、させていただいているのがファイナンシャルプランナーだとは思うんですけども、はい、中にはその住宅ローンの借り換えの相談であったりとかっていうので、なかなかこう一歩踏み出せないっていうような現状もあると思いますので、はい、こちらの方を寄り添って、私どもが簡単に言ったら説明させていただくっていうようなことではあると。安く、うまくこうコーディネートしていただける存在の方であるということですね。はい、今多い傾向としましては、この、マネーイノベーションさんで扱っておられる案件といいますか、はい、事業というのはどういった傾向が多いですか。そうですね、生命保険とかも主にさせていただいてはいるんですけども、はい、まず損保の中でも、はい、火災保険が、はい、皆さん他にされている方の中でいらっしゃると思うんですけども、はい、住宅ローンを組みで、新しく言ったら、お
お家の方をご購入された際に家宅保険入られたと思うんですけども、まあ、その際皆さん結構不動産会社とかね、見比べられないね、そうですね、なかなかね、から入られた方って結構多いと思うんです、はい、でその際に、まあ、一社だけのご提示だけじゃなくて、うん、実際言ったら、まあ、周り見渡せば、はい、いろんな保険会社がある中で、うん、同等保証で見直すと、その分ですね、実はそちらも安かったとかっていう形がありますので、うん、その現状をちょっと皆さんに知っていただくというような部分であったりとかします、うん、はい、なんかこう同じ保証でもこちらの方がいいとか、はい、これは重なってるんじゃないかということの整理もしてくださるということなんですね。まあ、火災保険の中で言えば、はい、個人賠償っていうのが特約としてつけることができるんです、はい、最近はその個人賠償の問題って結構ね、はい、ニュースとかワイドショーで話題に上がってたりとかするんですけども、はいはい、実はそれ被ってる部分では自転車保険であったりとか、はい、あとはまあ共済さんであったりとかですね、はい、っていう部分で他に障害保険ですよね、いわゆる障害保険ですね、被ってる部分があるんですけども、うん、何かあった時に出口は一つですので、はい、その部分で見直しの際に、うん、全部からもらえるわけじゃないんですか。ないです。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。はい、選ぶ選択の余地はあるんですけども、うん、どっちから出してもらうっていうのは決められるけど、はい、ね、全部からもらえない、はい、そうですね、無駄な保険料を払ってる可能性がありますよっていう、はい、そうなんですか、はい、あっちからもこっちからももらえると思ってた、うん、ですね、そちらなるほどね、はい、なかなかそういったところまで細かく見るっていうこともしてこられなかったですね。はい、まあ、私なんかまあ、マンションを買うときにですね、住宅ローンとともにもう一緒にも保険がそうそう、まあ、ついてきますの で、うん、でそこから、まあ、例えば私は神戸ですので地震保険がもう付帯されていたりとか、うん、でその選択っていうのはもう浮かびもしなかったですね。そうですね、うん、言われるがままですよね、大体は。はい、まあ、世間で、まあ、見直されてきたときに、あ、こんなんだったんだなって調べて理解することもありますが、なかなか調べるまでに至らない方も多いですよね。はい、まあ、地震保険と火災保険の違いであったりとかっていうのも、はい、うん、なかなかこう、はい、ご存じないっていうケースもあったりとかしますので、はい、はい、そちらの方もしっかり、はい、何でも相談できる感じですか。はい、はい恋とかじゃなくてねお金の問題でね、はい、はい、まずは、まあ、お金に関するプロフェッショナルということと、はい、それからカウンセラーでもあると、はい、そして、まあ、今いわゆる、まあ、古い時代でいうお抱えの、あ、かかりつけの、ね、ご用意さんみたいな感じのね、保険のそうですね、はい、保険とか、まあ、お金に関するで、でもそんなんてすごいお金持ちじゃないと持てないと思ったら、まあ、たくさんの資産があって、そう、ね、どう動かしていいかわからないわっていう感じで、ね、まあ、どんな配分で、まあね、はい、遺産相続をしたらいいかとかそういった方だけではないんですね。そうですね、はい、まあ、日々の中でも少し節約したものをまた、まあ、より一層、まあ、違ったところ有意義に使っていただくというお金の使い道を決めてくれるという、はい、まあ、それがファイナンシャルプランナーなんだろうなというふうに思うんですけれども、はい、そうなんでしょうかね。そうですね、そう言っていただけると分かりやすいです。企業なんかでもお願いできるんですか。例えば回っていけなくなった、うん、これは何か見直さないとみたいな会社があるとすれば、はい、はい、じゃあ夜逃げしなくても大丈夫です、はい、いいですねいいですね、まあ、会社もそうですし個人でもそうですし、はい、これから会社を起こそうとか、まあ、ベンチャーをやってみようかっていう人にとっても、はい、こういったお金 の、 その、まあ、使い方っていうのを勉強になりますよね。そうですね、起業されようという方もどんどん増えてきていますので、でね、まあ、60を超えられてからでも新しく何か自分の得意分野を事業化していこうとかっていう形の方もおられると思うんで、はい、まあ、いろんなところで、お二人をこう、ね、訪ねていけば、はい、なんか道は開けていくし、ね、解決してくれそうですね。じゃあ期待してます。これからの目標なり、はい、一方ずつ教えていただけますでしょうか。会社の方が、はい、茨城市にありまして、はい、まず、まあ、茨城の皆さんに、はい、マネーイノベーションという存在を知っていただくと、いうことから始めて、はい、で、こちらの高槻の皆様にも、はい、可愛がっていただけるような存在になりたいと、そちらの方がまず目標ですね。はい、
そうですね、やっぱ知名度を上げないとね、はい、分からなかったら連絡もできないし、はい、そうですね、はい、岡宗のプロフェッショナル水巻さん、中野さんっていう感じでね、もうすぐこう検索して、うん、見つかるようになればいいですよね、はいはいはい、中野さんは、まあ、目標はいかがでしょうか。そうですね、僕に関わってもらった方、はい、全員が笑顔になれる感じで、もう会えばね、笑顔をね、いや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 、とっても好きな、ね、笑顔だし、優しいし、はい、ね、お二人とも信頼のおける、もうすごくね、正統派なハンサムでもいらっしゃいますので、会ってみたいなと思う方、その番組をね、ユーストリームで見てる方なんかは、連絡してみようかしらと思っておられる方、おられると思います。ぜひ、皆さんへの PR、最後に一言お願いいたします。何か困りごとあれば、これから、まあ保険だけじゃなくてですね、対人としてこうお付き合いさせていただければなと思いますので、ぜひともどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。全国どこへでも駆けつけてください。そうですね、はい、近いところだったら中型のバイクで、はい、あ、そうですね、今バイクで行かさせてもらってますんで、はい、ぜひ、マネーイノベーションさん、はい、ホームページもありますよね。はい、はいはい、会社のホームページも調べていただきまして、マネーイノベーション、ワンスペース茨城市とする方が、すぐにヒットできると思いますので、こちらで事業内容なり、まあ、サービスの内容なり確認をしていただいて、お電話いただいたり、また、メールでもお寄せいただくことが可能ですので、はい、ぜひともまずは、ホームページをご覧いただいたらと思います。はい、はい、今日はですね、お二人にいろいろお金のことをね、なんかうちもなんか整理することないかなっていう、こうで、検索のヒントをいただけたような気がいたします。そうですね、はいはい、もっともっとこうね、無駄を省いて、省けると思いますね。そして省いたところはどこ持っていきましょうか。自己投資ですかね。そうですね。服でも買いましょうか。そうですね、はい、今日は楽しいお話、そしてご参加いただきありがとうございます。番組この後も続きますけれども、このままイケメンのお二人、一緒に横にいてくださいますので、はい、皆さんも顔を見ながらお話聞いていただきたいと思います。はい、合同会社マネーイノベーションファイナンシャルプランナーの、水巻俊一さん、そしてファイナンシャルプランナーの中野伊代さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さてさて、今度はまるちゃんのジャパニーズスタイルです。はい、今回はですね、筋肉とそれから消費カロリーのお話をちょっとしたいと思います。はい、女性がですね、ダイエットするときにまず考えるのがですね、カロリー、消費カロリーの制限ですね、はい、摂取カロリーの制限ですね、はい、使うのはいっぱい使ってください。そして有酸素運動、はい、そして筋トレを増やしてほしいということですね。はい、最近筋トレってよく聞きますけど、聞きますね、この頃ね、はい、女性だけの30分で筋トレとかね、はい、いろいろ出てまして、はい、筋トレに頑張る女の人がごく増えています、うん、そうです。筋トレを入れると普通のダイエットに比べてどういいかというと、はい、まず見た目が引き締まって綺麗になる、うん、シュッってなる、シュッとね、姿勢が、うん、そして姿勢が良くなる、そして消費カロリーが割と侮れないんですよ。筋肉トレーニングするときにどんだけ使うかっていうことなんですけどね、10分間でもう70から80ぐらい使うので結構いいんですよね。で、30分間やって、毎日やらなくてもいいんです、筋肉は。ちょっと休ませてあげて。痛くなったりしないんですか？痛くなるまでやめた方がいいですね。その次の日休んで痛くなったりする？それはないです、今のところないですね。はい、はい、休ましてまたする、はい、休んでまたするっていうのが筋肉にいいらしいです。ということは毎日よりは1日おきぐらいの方が、その方がいいみたいですね。です鍛えるということは筋肉を破壊しますので、はい、それが修復するまで、はい、だいたい24時間から48時間、1日2日は休めた方が筋肉はどんどん育っていくということなんですね。お二人はスポーツとかされてました？あ、僕サッカーの方でした。はい、バスケット。あ、すごい、はい、今はほとんど、今は、はい、たまにフットサルとか。あ、そうですか。うん、たまに、はい、そうですか。ぜひ続けてくださいね。はい、そしてですね、むくみもなくなる、姿勢が良くなるということで、はい、ただダイエットするだけではしぼんでしまうだけなんですけれども、筋肉を鍛えながら痩せると、はい、そういう良さがありますのでね、筋肉をぜひ女性の方ね、トレーニングしてくださいということです。で、今ちょっとカロリーのお話もしましたけれども、はい、
今の家庭の主婦はですね、一日の家事でどれぐらいのカロリーを使っておられるか、と言いますと、調べたところによりますと、1週間で 13.3 時間、1日にすると2時間ちょっとです。2時間ぐらいかな。でも40年前の女性は、家事にいろいろ手がかかりました。まあ、洗濯機も掃除機もあったんですけど、今みたいにロボットがやってくれるようなんじゃなくて、もう本当に二層式の掃除、洗濯機、そしてこう重いのをね持って引きずる掃除機ですよね。それを使っていたので週にだいたい 25.7 時間、まあ、1日にすると4時間足らずっていうところですかね。だから本当半分ぐらいに減っちゃってるんですよ、家事が。ということは消費するカロリーも減っているということで、1日に40年前の主婦に比べるとなんと200キロカロリー余ってるんです。使ってないんです。シュークリーム1個分ぐらいですね。ですかね、食べれないですね。そう思うと、ね、168センチの76キログラムの人がですね、1時間ウォーキングするだけで287キロカロリー、それだいぶ大きい女性ですね。大きい女性ですね。階段の上り下りに同じようにすると、1時間同じようにすると、もう倍、516キロカロリー。カロリーってその使えば使うだけすごいんですけど、今の普通の女性は家庭で家事をしてるだけでは全然カロリー使ってないということなんで、ぜひ、筋肉トレーニングをしてですね、カロリー消費して、まあ、有酸素運動とこう一緒にすればいいですね。あのそういうことでですね、元気に綺麗にいつまでもなっていただきたいと思います。お二人はお腹はまだまだ出てきてないですよね。いや最近ちょっと来ますね。あのここの筋肉が割れてる男の人ってね、あの自慢そうに見せはりますけどね、見せるね。あのまず身近なところでやっぱ腹筋から鍛えるといいでしょうね。ややぽちゃの間はいいんですけれどもね、ややぽちゃ育っていきますので、ぽちゃぽちゃとね、今日ねちょっとね腹筋やりましょうか。ドローインと言いますね。あのお腹をグッとあのへこめます。お腹が背中につくようにありますよね、お腹と背中がくっつくとっていう歌がね。はい、そういう風にお腹をまず引っ込めて息を吸いますよ。はい、息を吐くと同時にちょっとお腹緩めてください。そういう感じでお腹をコッと力を入れて、その時に膝と膝をくっとくっつけるんですね。そうです、膝頭をくっつけていただくと、背中がスッと、お腹がキュッと力が入りますので、これでちょっとスマートになったような気になるでしょう。気になります。座るたびにこれをあの動かしていくと、ここのお腹の筋肉っていうのは一番動いてない筋肉だというふうに言われていますので、意識をして動かして力を入れる、意識して力を入れるとなると、ややぽちゃから、ややが取れて、ぽちゃも取れて、シュッっていうふうになりますね。はい、そうですね。今のうち修復しやすい若い時にやっておられるとあのキープできると思います。頑張ります。はい、手軽にできそうですね。そうですね、あの座るたび必ず椅子に座るときは膝頭をつけるということを一回やってみられると、あの背筋も伸びますので、背中の無駄のお肉も取れますよね。そうですね、とにかく姿勢を良くすることはとてもいいことがいっぱい重なりますのでね、あの筋肉も鍛えて、姿勢も良くして、呼吸もきれいに入っていきますよね。そうですね、だいたいねこういうことに気をつけて頑張っている女性が年代は50代が一番多いらしいです。もうちょっ とね、あの皆さんよりは上なんですけれども、それでその次が60代、そして70代といって、若い方よりもこれぐらいの年代の方の方がすごく気をつけてられるんですね。若い時はもう若さでね何でもやれちゃうからあんまり気にならないんですけど、私ぐらいになりますとですね、本当に将来車椅子にはなりたくないと思ったりするので、頑張って寝込まないようにしたいので筋肉を鍛えてるっていうこともあるんですけど、やっぱり痩せると引き締まると服を選ぶのも楽しくなるし、女性として割とね頑張れるなっていう思いがしますので、服のサイズとかウエストのサイズがワンサイズちょっと大きくなったかなと思ったらもう今から始め時ですので、ぜひの年齢を問わず男女問わず始めていただけたらと思います。はい、奥様にもよろしくお伝えくださいませ。はい、マリちゃんのジャパニーズスタイルは女性の美しさを保とうということで、はい、筋トレと消費カロリーの話でした。はい、ありがとうございました。ご協力いただきありがとうございました。では続いてです。続いては高槻ええとこ情報です。今日はですね高槻の高槻デイズ12月号、皆
皆さんのお宅にもお配りになったと思います。届いたと思います、はいはい。12月号も11月の下旬に届いていますので、処分したわっていう方はですね、よく探してみて、あ、やっぱりどっかに紛れてたとおっしゃる方も、ね、はい、終わりだと思います。なかなかね、こういう本になってから読みがいがありますのでね、はい、あのナンバーでこう置いてる人もいますよね。そうですね、はい。そしてこの、高槻デイズなんですが、今回はですね、表紙にも書いていました寒天スイーツとうどん餃子ということで、はい、高槻の有名な寒天と、それから名物 B 級グルメとなっていますうどん餃子が掲載されています。はい、いずれかあの召し上がられたことありますか、お二人は。僕ないです。僕はあります。あの友人が高槻に住んでたんですけど、はいはい、あのうどん餃子、はい、うどん餃子、はい、作ってくれました。美味しいですよね、はい、でこれね、いいのはね、やっぱりね、安上がりだっていうことじゃないでしょうか。そうですね、それとみんなでワイワイ言いながら、はい、あの鉄板でね、やれるということですね、はい、自分のね、あのお口の大きさに合わせて、はい、焼けそうですね、はい、中に入れる具材もここにね、はい、7ページにうどん餃子の作り方出てますけれども、はい、あの本当に具を変えていただいても結構ですよね、はいはい。でここ合いびきミンチってありますけど、豚ミンチおすすめです私あの豚ミンチが美味しいですね。あ、そうですか、はい。キクラゲなんか入れてみても美味しそうですね。これ食感いいかもしれないですね、はい。あのレンコンをちょっと細かく刻んで入れてもいいですね。こんにゃくとかが入ってたりとかもいいかなとか、あ、いいですね。あのオリジナルを作ってもらったらね、はい、あの楽しめると思います、はい。ポン酢で食べるととても美味しくて、はい、ビールも進みます、はい、はい。消費カロリーどうしたらいいでしょうか。あ、それは今日ちょっとね、今うどん餃子の時は考えないで食べましょう、はい。そしたら前に乗っている寒天でお腹のお掃除をしていただいて、寒天はいいですね、低カロリーで。そしてうどん餃子をいただいて、はい、ハッスルして走ったり飛んだりしていただくということにいたしましょうか。そうですね、全部つながりましたね。つながりましたね、はい。では続いて、水道のところも、掲載されています、はい。美味しい水、まあ、あの高槻 の、 あの水道は美味しい水と言われていまして、ね、アンケート結果も出ていたりしています。そうですよね、ここにミネラルウォーターよりも美味しいって書いてますね、はいはい。そして、冬場です。そうです、はい、水道管の凍結にご注意くださいということで、私もすぐ熱湯をかけてればいいなと思ったんですけど、ここにですね、はい、凍ってしまった時はタオルなど乾いた布をかけて、はい、その上からぬるま湯をかけましょうって書いてありますね、はい。あのね、くれぐれも熱湯をかけないでくださいということです。はい、はい。まあ、これからとっても寒い時期に入ってきます、はい。ね、冷え込みがきつくなっていきますので、ぜひ水道管ご注意ください、はい。そして続いてはですね、年末年始の業務について、はいはい。年末は12月26日金曜日までで、はい、年始は1月5日月曜日からということです、はい。で詳しくはですね、はい、16ページから載っているんですが、はい、CA バスのダイヤも載っています、はい。そして診療体制、高槻島本夜間休日応急、応急診療所の、はい、時間も載っていますのでね、はい。小さいお子さんね、熱出されたら困りますもんね。そうですね、はい。あのここをね、よく読んでおいてください、はい。ま、内科小児科外科歯科もあります。歯も痛くなりますよ ね、 なりますね、はい。ぜひこちらも一度、まあ、ご覧いただいておいて、ご承知を聞いただく方が、はい、そうですね、便利だと思います、はいはい。そして年末年始のゴミの収集日程ですけれどもね、はい、これは裏表紙に表になっていますので、はい、あのご覧ください、はい。間違わないようにしてください、はいはい。そして、年始に見ていただきたい、この土人形のところを紹介しましょう、はい。34ページに掲載されています白旗歴史館トピック展示です。もう始まっているんですけれどもね、はい、1月の25日までやっております。これは土人形で見る恵比寿さんと大黒さんということで、はい、干支の羊のお人形も出るそうですね。本当に縁起がいいですよね。いいですね、はい。とっても可愛いですね。いいですね、はい。服をもらって、1年、ね、幸せに過ごせそうですね。そうですね、はい、はい。ぜひ白跡歴史館のトピック展示もご覧になっていただきたいと思います、はい。そして、こちらも、制度が変わりますので、紹介をさせていただきましょう。小さいお子さんお持ちの方ですね、はい。あの新制度に伴い入園手続きが変更になっております、はい。私立民間保育園、はい、それから認定こども園など4月からの入園を受付開始しておりますが、期限間違わないようにね、はい、あの申し込んでください。そして、乳幼児同伴で必要書類の用意をしていただきまして、はい、必ずご本人をね、はい。
こちらのご紹介は46ページから49ページまでのご紹介となります。はい、そして寒い時期に申し込みしています高槻クロスカントリー大会、はい、3月にありますね。こちらは、はい、37ページに掲載されています。3月の8日に開催される萩谷総合公園とその周辺の林間コースで行われますこのクロスカントリー大会なんですけれども、こちらですね、申し込み順で2000名となります。お申し込みの期限は1月の31日となりますの です、ね、土曜日決心有効で、はい、お振り込みなどをいただくことになりますので、ぜひこちらの37ページとまたは、この高槻クロスカントリー大会ということで市のホームページからもご覧いただきたいと思います。はい、初心者でも、ね、走りやすいコースがありますので ね、はい、そうですね。はいはい、マリアムさん今年走るんじゃなかったでしたっけ今回。はい、頑張ります去年言ってはりましたよ ね、マラソン絶対出たいと、ね、こっちからあの体験する方がいいですね、はい、急にマラソンより。あ、そうですね、はい、そうですね、1キロからありますもん。はい、1キロからありますので、はい、子供さんと一緒に走ることができたりとか、ね、はいはい、上の方は5キロ、8キロというふうに、まあ、遠距離もありますので、はい、ぜひ体力、ね、自信のある方は遠距離 で、まあ、あの自信のない、まあ、初歩的な方は、ね、1キロから始めてみましょう。はいはい、あのスタートしていただきたいと思います。はい、以上高槻ええとこ情報でした。さてさて今日も賑やかにお届けしてきました口コミルンルンなんですけれども、ルンルン、はい、今日はもう本当にルンルンですよ ね、もう素敵なお二人、はいはい、一人ずつ横についていただきましてなんか違うところにいてるみたいですよねこうして専属になってもらえるのかと思うとすごいですね。どちらになさいますか。いいですね、そこが難しいですよね日にち交代にしましょう。そうですかね、はい、ぜひありがとうございます。さて年末年始なんですが、水巻さんと中野さんはどんな風にお過ごしですか。僕は実家が名古屋の、はい、名古屋に帰って。そうですか、はい、名古屋の名物って味噌カツとか味噌中心なんですけど、そうそう、やっぱりお味噌好きです。赤味噌好きですね。はい、赤味噌です。お味噌汁は赤味噌。赤味噌ですね。奥さんも名古屋ですか。名古屋です。あ、よかったですね。じゃあ揉めなくていいですね。揉めなくていいです。水巻さんはどうですか年末年始。あの母親の実家が福井県にあるんですけど、はい、そちらの方に福井の美味しいっていうと越前そばとかって言われますけれども、ね、いかがでしょうか。僕は好きです、はい、越前のおろしそばですよね。そうですね、あ、はい、すごい、はい、お蕎麦結構詳しいですね。そうなんです。あと笹ガレーも美味しいですよね。 何ガレーって言うんでしたっけ。笹ガレーですか、はい、カレーは違いましたっけ。あのお魚のカレー、あーカレーも有名なんですけど、はい、あとサバとか。サバはヘシコ、美味しいよね。ヘシコですよね。そうですね。あとまあカニ、田舎があるといいな。あとソースカツ、ね、最近はソースカツ、新潟のソースカツとはまた違うんですよね。味噌カツと炎症です。味噌カツも縁起が良さそうですね。カツぞ。マリアムさんの年末年始はいかがですか。9連休あるんですけどね、まだちょっと予定を立てていないんですよ、はい、ちょっと家のこともしないとね、たまには、ね、主婦ですもの。そうですね、はい、まあ、年末があるということですので、はい、お掃除をすればこれも筋トレに。そうです、そうです、そうです。私普段しないね、高いところもやらないといけない、はい、いち早くあのフローリングあの掃除して、フローリングワックスもかけて、すす払いも第1弾やりまして、窓もやりました。はい、あの機能をさせていただきました。すごいですね、忙しいのにね、はい、お掃除大好きなんですよ。何回お掃除グッズをここで紹介したことか、はいね、はい、お掃除もお料理も大好きです、ね、はい、完璧じゃないですか、ね、まあ、頑張っております。仕事しながら家事もあの一人で頑張っております。そうでしょう、はい、あのきっとあの奥様にも40年経つとこんな感じまあ、あの筋トレにもなりますし、まあ、あのフローリングをあの手でねワックスをかけていったんですけれども、やっぱりすごくね体力使いました。お腹が空きました。汗もかきますしね、はい、いいですね、はい、汗かくのはいいですよ、はい、まあ、じゃあ来年の目標でも、私たちの番組の目標はいかがでしょうか。そうですね、はい、やっぱり健康でいることでしょうね、はいはい、そしてトレーニングを続けられるような、はい、体調で、はい、いたいと思います、はいはい、私は明るくこの声があのいつもいつもキープできるように、いいね、トレーニングしていきたいと思っております、はい、よろしくお願いします、はい、そしてお二人に皆さんからのメッセージお寄せいただきたいと思います、はい、口コミもお寄せください、はい、こちらです、はいはい、info-m@tb171.net info-m@tb171.net
atb171.net です。はい、お寄せください。はい、今日は賑やかにお届けしてきました。お相手は丸山恵子と吉野真美でした。それではまた来年もよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。